こんにちは、今日の動画は私のバレットジャーナルの中身を紹介したいと思います。この前私他の動画で準備に使うものだったり買った文房具について紹介したんですけど、それを使って中身をちょこっと書いたので、今月の分とセットアップの部分、そんなに上手じゃないんですけど、本当に全然なんか全然上手じゃなくて、昔やってた時の方がもうちょっとクオリティが高かったかなと思うんですけど、来月とかもうちょっと頑張ろうかなと思ってるので、今日は最初の月なんで、許してください。はい、というわけでじゃあ紹介していくので、アングルを変えていきます。はい、ごめんなさい、ちょっと上から撮るのが慣れてなくてあれなんですけど、こちら開くと1ページ目にあるのが自分の名前ですねが載っています。で、ここはインデックス、今途中まで書いたんですけど、自分が何を載せたかっていうのをこのページナンバーと自分のその題名を書いています。で、これが何ページかあるので、ここね、もうちょっと飾りたかったんだけど、ちょっとシンプルになりました。2020 Be the person who teenage you would be proud of っていう言葉を書きました。10代のあなたが誇りに思うような人になりなさいっていう、やっぱ大人になるにつれてね、いろんな夢とか忘れかけるっていうことがあると思うので、それをこれを書きました。はい、次のページがこの2つになっています。まず左側がグリッドスペーシングチートシートっていう風で、これをやることによってノートがどこで半分っていうのが分かるんですよ。このドットの数を数えて、例えば縦は37あって真ん中が18だから、真ん中で割りたい時は18個目でいけばいいとか、横は27だから真ん中は13、14の間になるとか、ここは4等分した時、真ん中を開けて4分割した時とか、ここは真ん中を開けずに3分割した時とか、開けて3分割した時とか、5で4分割した時とか、これのペアになるものは一緒の色で分けてやってます。なのでこれを組み合わせて四角を作ったりします。で、次がこれがキーですね。自分の予定とかを書く時にどのマークを使うか、タスクやることで、これがインプログレスっていうのがやってる途中半分です。やり終わったらコンプリートとで、キャンセルになったものは横で引っ張って、エクステンデッド、予定が変更になった時とか、なんて言うんだろう、延期になった時、これです。イベントは、例えば今日だったらランチ行くとかなんとかとかで、アポイントメントは例えば病院に行かなきゃいけないとか美容院に行くとか、そういうのです。ノートは何か付け足しで書きたい時、インポータントは重要なことで、 YouTube は YouTube で星です。で、こんな感じでフューチャーログっていう1年間のカレンダーを書きました。例えば6日だったら、私は健康診断があったるからここに書くと、ここは1から8まで旅行なので、バイロンベイに行くっていうので、こうなんて言うんだろう、予定をもうここにパッと分かるように入れておく分です。1年間分です。で、次がムービーリストって書いてあって、自分が見たいムービーとか、見たムービー、見たいやつかなをブワーっと書いていって、見終わったらこう見たってチェックするっていうのをやりたいと。これは YouTube のアイディアをここにブワーっと書くものです。まだ書けてない。で、こちらが1月のページになっています。ここね、色失敗しちゃって、なんとかごまかしたんだけど失敗しちゃったの。だからもうちょっと下書きの時の方が可愛かったんだけど、1月はテーマが星とか、こう宇宙の惑星とか星座とかにしました。January って書いてあるのと、 Never stop looking up っていうクォート書いて、ちょっと星って上にあるじゃないですか、なんかああいうのをやりました。あとは月とか雲とか惑星とか星座とか、星座はめちゃめちゃ書くの簡単。本当に線書いて丸書いて、線書いて丸書いて、こんな星座があるかどうかも分かんないけど適当に書きました。で、こういうジャニュアリーとかこういうやつなんですけど、まあこれとかはクオート、なんかピンタレストとかで検索して
例えば star quote とかやるとその星に関するクォートとかがいっぱい出てくるから、そこからあの欲しいものを使えばいいんだけど、こういうジェネラリーとかのプレートっていうかこの フォントっていうのが、ダフォントっていうサイトがあるんですよ。ダフォントっていう DA フォントっていうダフォントっていうのがあるんですけど、そこで、カリグラフィーっていうその筆記体とかが書いてあるページがあるので、そこに実際に打つんですよね、字を。ジェネラリーって打つとサンプルでブワーって並んでくるので、そこから好きなのを見よう見まねで写した感じです。そしたらここにはカレンダーがあります。すごいシンプルなページになった、前のページでちょっと疲れすぎて。でこんな感じで、何があるかっていうのを、あの今こうすごいね、もうすごい量の仕事って書いてあるんだけど、もうしょうがないのでこんな感じです。はい、次ムードトラッカーとハビットトラッカーを作りました。ムードトラッカーっていうのは自分の気分がどんな感じの一日だったかっていうのを、表現してるんだけど、青はなんかちょっと寂しい、ちょっとおこうみたいな感じで、黄色は普通、ピンクはまあまあニコニコで、超最高がこれです。で私のこの描いている惑星っていろんな色がミックスできるんですよ。だから例えば昨日とかだと、まあ久しぶりにバイトの人に会えて嬉しかった、でもバイトは別にちょっと嫌だから普通みたいなのを混ぜたりもできる。でこっちのハビットトラッカーっていうのは自分が毎日やらなきゃいけない、思い出さなきゃいけないようなこととか習慣にしなきゃいけないことを書きました。私は水を全然飲まないので、ウォーターね、3日しかちゃんと飲めてないけど。でこの円の中は月の満ち欠けみたいな感じで、半分だったらまあまあできたとか、これみたいにちょっとできたけど全然とかあります。あと満月はめっちゃできた。でビタミンを取ることと、スキンケアをすること、あとは掃除、家の掃除、あ今日やったから後で丸つけなきゃと、ヘルシーな食べ物を食べること、昨日とかねケンタッキー食べたから私全然だわと、ちゃんと寝る、いい睡眠をとること、あとはジャーナル、これを書くことです。そしてこちらが私のウィーク1の、ウィークリースプレッドになります。1日2日3日4日5日まで書いてあって、ここがちょっとねスペース空いてるから暇な時に何か付け足そうかなと思ってるんですけど、こうやってジャニュアリーウィーク1って書いて、適当に惑星を書いたり、なんか惑星を書いたりして、 What I stand for is what I stand onっていうクォートを書きました。で例えば1日とかはハッピーニューイヤーみたいな書いたり、やらなきゃいけないこととかやったこととか、例えばこことかだったら洗濯やらなきゃいけない、でも後でやったからちゃんと黒丸に潰す、クリーンもやった、フィルムビデオ今やってる、あ今日夜ドラマ見なきゃいけない教場見なきゃいけないからそれも書いたし、ゴミ捨ても後でするみたいな感じで書きます。で例えば空いたスペースとかがあると思うんですよ、こういうとことかに。そういうとこにはこういうパジャマス all day but it's okay to have a break とか、そういうなんか短いクォートとか自分が今日思ったこととかを書いていきます。そしてウィーク2はちょっとね失敗しちゃったの、枠を失敗しちゃったの、枠ってかここを失敗しちゃったんだけど、まあ、こんな感じで、用意しました。でこれもチートスプレッド使って全部同じ大きさになるようにやって、ここはねなんかあえて色なしにしようかなと思ったんだけど、とりあえず今ここまで終わっています。はい、今私のバレットジャーナル紹介したと思うんですけど、なんか私がやってて気づいたのは、全然完璧じゃなくても大丈夫っていう感じ。例えばウィーク2間違えちゃったじゃないですか、私ちょっと失敗しちゃったなと思っても、たかがウィーク2だから別に、これ失敗しちゃったら別に次の週可愛くすればいいだけで、全然問題ないんですよ。とかめんどくさいなと思ったらシンプルにすればいいし、今週は凝りたいと思ったら凝ればいいっていう、全部自由にできるのがすごいいいとこだと思っていて、結構今週いっぱいだけど割と結構ちゃんと続けれてるし、書いてるのがすごい楽しいなって思うので、本当に皆さんもよかったらやってみてください。というわけで来月分もちゃんと私やるし、書いてるのをちゃんとみんなにお見せするので、みんなも一緒にやってくれると
嬉しいです。で、月を重ねるごとに私のバレットジャーナルもグレードアップできたらいいなと思っています。はい、それではもしみんなもやったりしたら、よかったらストーリーとかインスタとか DM とかで教えてください。はい、というわけで今日の動画最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もぜひぜひ見てください。チャンネル登録と SNS のフォローよかったらお願いします。それでは。